成いたしました大道20ワンナイトエクシビション&パーティー2007早速ですね始めていきたいと思います。今日司会を務めさせていただきます馬目清子と申します。どうぞよろしくお願いします。この大道で研究してまいりまして、今までにはないこの音楽とそして、映像そしてイラストレーションさまざまなアートが複合化したイベントを企画してきました。こちらはですね札幌アートショーケースということで札幌の中でいろいろと活躍している、アーティストが学生からですねそして、プロの方まで集まりまして、こういった自分たちのプレゼンテーションをしています。ぜひ今日はですね作品を見ながらそしていろいろと交流を持ちながらですね楽しんでいただければと思います。皆さんこんばんは、大道会の金吉と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね大道会をはじめの一般の方や学生の方々が、チェアの上でそれぞれ作品を発表していただくというオンラインイベントでして、ナレーションやグラフィックのみならず映像や音楽また立体のアーティストにも今回たくさんご参加いただけました。皆さん作品を通しましていろんな作家さんやご来場者の皆さんと交流をしつつ楽しんでいただければ幸いと思います。札幌のマックスコアリブプロジェクトという、団体で、ショートフィルムを担当しております島田と申します。今日はこういう素敵な上映会に呼んでいただきましてありがとうございます。今日はですね2作品、用意させていただいたんですが、最初の作品がですねピクニック1号という、狸工事札幌の狸工事の中川ライター店で、撮影しました、15分の作品です。それから、その次はですね、雪玉男という、こちらは燃える沼公園で、撮影した作品で、どちらもちょっと出来たてほやほやなのでぜひ見ていただければと思います。もし何か感想とか教えていただければ、会場の方におりますので声かけてください。はい、どうもありがとうございます。さあ、それでは早速、2作品続けてご覧いただきます。前方のスクリーンご注目ください。最初はピクニック1号、そしてその次に雪玉男、2作品続けてご覧ください。回して抜く、ストップは超パン。少しこの作品に関して島田監督のお話をお伺いしたいんですけれども、はい、このピクニック1号というのはですね、どういったところから生まれた映画なんでしょうか。ですね、これは実は札幌ムービースケッチという、はい、企画がありまして、はい、札幌のですね、場所にはストーリーがあるという、はい、企画で、まあ、札幌の場所、町をロケーションに、うん、まあ、その物語を展開するというのがあるんですけど、その中の企画の一つで、はい、撮影した作品です。 What is truth?会場の中からもうふふっという笑い声が聞こえてきましたね。冬眠の夢ですね。冬眠の夢、あれは最後は、まあ、皆さんのご想像にお任せしますけど、はい、いやでも本当に雪玉になれるぐらいの、はい、で最初のドライでですねちょっと首からちょっと嫌な音がしまして、本当にかなり離れた距離から撮ってるマイクにゴキッの練習で、で本当に冗談で書いてる脚本なんですけど、首にやっぱり荷重が本当にかかって、はい、本当に危なかったです。あ、人形のように、そうですね、いや冗談でというか、まあ、理論的に考えて、この脊髄のところに荷重がかかるだろうという言ってたんですけど、本当にやっぱりちょっと危なかったですね。彼はやっぱりスキーとかのこう上手な、いやもう本当キャスティング信じられないキャスティングで、スキーができない人だとか横の斜めとか、そういうやつで転んでますね。もっと本当にかわいそうだったんですけど、彼が言い出してですね、もっとショートフィルムが面白いところになったと思います。ちょっと何も今真っさらな状態なんですけど、今国内外にちょっと映画祭に出してまして、まあ、札幌のショートフェストにも今エントリーしてますので、もし上映できるような、まあ、入選とかいい、まあ、結果が出ましたら、告知していきたいと思いますので、ぜひこれ真っ青な状態で見れることがなかなかないんですけど、はい、まあ、いい結果を願って皆さんに応援していただければと思います。北海道合計
こんばんは。最初の作品のはい、とても印象に残ったシーンが店を決めるシーンに決めるババ抜きで決めるっていうシーンがあったんですけど、はい、そういう発想はどこから生まれたの？ちょっと不思議なお店で、うん、喫煙具とホビーというか模型とかを売ってるんですね。でそういうお店なのでぜひ遊びっていうのを入れたいなと思ってたんですよね。でまあそういう意味でちょっと、まあどんなカードゲームにするか。はじめのテクニック1号の作品で、なぜ模型店をモチーフにしたのかをちょっと聞きたいなと思ったんですが。なぜ模型店というよりも、なぜ中川ライター店というところに答え的にはなるんですけど、最初に言われました。はい、マリファナスイング、マリファナスイング、サカさんです。こんばんは。パーティーパーティー、じゃあちょっと何曲かやるんで、僕らマリオナスイングというバンドでいまして、今日一人なんですが、普段はバンドでやってます。でちょっとカバーをやろうかななんて思ってたんですけど、まあ皆さんの作品も、まあ、自分の気持ちを込めたものがあるんで、僕も自分で作り上げた曲を何曲か聴いてちょうだい。イエーイ。この匂いをいただけさ、やれることがないから歩いていたのさ。もう振り返ることなどできやしないかもな。踏みつぶされて散るのも悪かねえと思う。泣いてるよ。汗だくで。すごいな。汗だくで。そのアプラは効く。効く。すごい。いつも怪我しても全然 OK だ。転んだりも殴られたら OK。はい、そんなんで僕にしてますが、そんなのよみたいな感じ。